なんかあるよ。はーい。よいしょー。ビズログです。で、今日は4月29で、本丸床下やっていきます。今これ見てる床が、ちょうど今のところ台所の隣ですね。はあ、まあ、こっちは水がそれほど来てはいないっぽいけれども、ああ、水入ってきてたんだな。ちょっと基礎の亀裂から水が入ってきた形跡があるので、いや、こんなに叱ってるってどういうことっていうね。で、あとは、ちゃんとね、塚が、ああ、全部浮いてるね。浮いてるね。浮いてるな。ふざけんなよ。はい。あとどこら辺だっけな、これでここら辺に、大引き入ってる。で、大体冷蔵庫ここなんですよ。冷蔵庫ここら辺に置きたいなっていうのはあるんだが、はい、まあこんな感じの床下で、あ、それほど、あとは塚だな。あ、そうか、ちゃん。あ、これ補強しなくてもいいくさいな。冷蔵庫を置くところだけちょっと使い入れればいい感じだな。よし、ちょっと希望が見えた。なので、ものすごい量の原告積んでる全部個人でいいか。この中でよくわかるけど、まあまあすごい量ですね。だからその分自信も多いので、まあどうしようかなと思うんですが、まあ入ってこなくなる52.5×3 が1個でいいな。はい、でこれはですね、トイレの方ですね。でまあ、破裂してた水道管は給湯器ですね。まあ、これ、触ってるのは、排水パイプです。洗濯機と、洗面器ですね。まあ、それをちょっと移動したいんで、脱衣所から出したいんで、まあ、ちょっとパイプの規格をメモしてるか、写真で撮ってますね、今。はい。で、これらのどれかが多分水漏れしてるんですよ。メーターが回るんですね。まあ、ぐるぐる回るんじゃなくて、カク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 ってすごい微妙に回るんですよ。だから多分、破裂よりかは亀裂なんですけど、なんでこんな入り組んだ配管にされたのかがわからんですね。はい。なんでまあ、ちょっとこれどうなのっていう感じっすね。まあ、これ最後写真なんですけど、まあ、こんな感じの床下っすね。古民家とか、築古の床下ってこんな感じなんですよ。今の建築っていうのは、なんだろう、土間コンっていうか、全部コンクリなんですよ。地面があって、束石があって、直に大引きがあったり、床があったりしないんですよね。で、この直に土間コン打たれてないから寒いんですよね。で、やっぱり水が定期的にまあ溢れてたんで、僕のこの家。だから湿度が高い状態だから余計寒いんですね。なので、土間コンとか打って湿度が下がれば、もっと暖かくなるのかなって感じです。まあ予想に反してシロアリにやられてないですね。まあやっぱりジャブジャブ洪水があったので、まあシロアリの被害はなかったです。はい。まあこんな感じで今回は手伝いに来てくれた方もいらっしゃって、めちゃくちゃに助けられましたね。なので、まあこんな感じで頑張って開業まで行きます。ではでは。